チュース、ピースオブケークの翔太です。さっさんです。今日も最後までよろしくお願いします。お願いします。今日は嫌です。今日はカタカナに嫌です。今日は受け入れてやろう。ありがとう。3度目の正直になります。今日はビリビリシリーズ第3弾です。はい。おい、被害に遭うから拍手はなんか心からできないな。前回も見てる皆さんだったら多分わかると思うんですけど、前回ビリビリ飯で僕がビリビリをつけてご飯を食べたんですけど、まああの時は僕が勝ったんでしたっけ。いや、翔太がズルをしたんで。ズルしてないけどな。え、じゃあもう一回あの何麻婆豆腐のくだりやった方がいいの。やめましょう。長いからそれ。まあ前回引き分けだったらしいです。はい。なんで今回僕がリベンジしたくて、はい、ジェンガで負けてるんで、はい、で前回引き分けじゃないですか、はい、で今回自分が勝ったら 50-50 じゃないですか。今回はね、ビリビリをさっさんにつけてイラストを描こうっていう回なんです。ビリビリはつけたくないです。つけるんです。つけたくないです。なんでさっさんにつけるかというと、さっさんめちゃくちゃ絵うまいじゃないですか。わかめラーメンの時では多分分かったと思うんですけど、あの煉獄さん描いたやつめちゃくちゃうまいんですよ。だからビリビリをつけてハンデをもらおうかな、僕が。それでさっさんが以前ツイッターでお題募集したじゃないですか。今あのピースオブケークのアカウントで、はい、ハッシュタグピスケのお題とつけてつぶやいてくださいね。そしたら回収できるかなと思って。そしたら個人的に LINE でこれを書いてくれとか、コメント欄に書いてくれる人とか、はい、いたんですけど、はい、探し出せなかったりもしたので、はい、今回ハッシュタグピスケのお題でいただいた中からちょっとチョイスをしてみました。うん、ということでね、似顔絵サンタとトナカイ、ルフィ、来年の絵と犬とか猫、鬼滅の何かっていうので線引いてみました。阿弥陀くじ、それを作ってみました。阿弥陀くじですよね。はい、阿弥陀如来様のやつ。如来様。俺マックスでやっても箸持てましたもん。この間10の時俺らギリっすよ。うん、あの10以上になったら一言って俺ら この状態になるから、あの勝負も何もないよ。俺勝ちじゃん、そしたら。え、っていうかあの絵を描いてないんだから無効試合ですよ。なんでやねん。じゃあ5811で。5811、ここにあの5811とあなたが描いてください。いいですか。はい、はい、じゃあ5、レベル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 5。はい、犬と猫。はい、8。ルフィ。11、鬼滅だったら一番やばい。はい、サンタとトナカイ。季節もの。季節もの。はい、ということでお題も決まったので、各3分、犬、猫、ルフィ、サンタとトナカイ、やってみたいと思います。ということで、今日は、さっさんにビリビリをつけてイラスト大会をしたいと思います。はい、それでは準備できました。ほら、これつけてみました。つけてないやん。そうやん、つけるの忘れた。あ、袖が閉じた。電気通さんからさ。え？あー、もうやだ。ヌタヌタする。ヌタヌタする。なんかこれさ、これから検査でもするのか、これ。タイマー。ほんとに。3分。タイマーは準備したんで。最初のお題、犬と猫です。はい。さっさん、モードも無で。よーい、スタート。痛い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 。始まります。持ってへん、始まります。持ってへん、持ってへん。なんか手が形が変。犬と猫っしょ。はい。うーわ、もう5でも結構辛いぞ。3分間ですよね。うん。痛い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 。痛い。下手かも俺。
痛いわ。痛くないっす。痛い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 。5でこんなやで、ほんま。バリ下手なんだけど。ストレスしかない。あーすんげー、なんだろう、癒されないこのマッサージ。あー痛い痛い痛い。ペンが4321終わりです。無理、無理無理、止めろや一回これ。よいしょ。はあ、じゃあ俺から行った方がいいですね。はい、どうぞ。行きますよ。じゃじゃん。犬と猫、キティとスヌーピーです。なんかね、犬と猫のお題がキティとスヌーピーになったで、こんな感じで負けたな。はい、負けです。負けです。すいませんでした。5で結構辛いっす。マジで結構辛いっす。地獄やなこれ、ほんとに。翔太の画力が発揮できるやつがいいからこれにします。8っすよね。おいらもう書けへんわこれ。もう叩くにしていいっすか。叩くにしたらやばいです。一回叩くでやりましょう。8押すにしてみます。押さないでください。叩くですね。よーいスタート。これ書けへんぞマジ無理。どっから書けばいいの。うわ痛い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 。手がね、あの思ってる方向じゃないとこに動いていく。うわバカじゃなかろうか、このマッサージ機。手震えてますね。震えてんちゃうわ。かけるかこんな。本当にかけねえわ。うわこんなに絵描くの大変だったっけ。ストレスしかないんだけど。もう誰やねんこれ。ああ負けた。絶対負けたこれ。絶対負けた。ちょっと俺にしては上手くないですか。あルフィっすねそれ。お題ルフィこれです。ドーン。はい完璧。マジルフィでしかないこれ。はい、あのオイラが描いたやつこんなです。もうまっすぐの線が引けない。こんなです。ピースオフケーキ。地獄でしかないわこれ。ほんとさっきよりめっちゃしんどかった。よし次なんだっけ。サンタクロースとトナカイ。サンタクロースとトナカイ。11っすよ。かけるわけないじゃん。モードさっき何でしたっけ。叩く、次押すですね。モード準備いいですか。よくないです。知らないです。一気に11人までいきますよ。はい、お前この間11までいって。痛い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 。よーいスタート。かけへんわ。あっていうか持てない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 。あーこれかけない。落とします。だって持てないから何もできない。9。ああギリ。あ指がつってる指つってる指つってる。えこれさっきと違うでしょ。いや9っすよ。だってじゃなくてあれモード違うっすよ。あのね右手のねあの薬指がつってるからね、持つに持てないから、あのおいらこれかけないっす。ダメっすよ。頑張って頑張って。いや今つってんだもん。折ろうとしてる。よしいけ。いいよ。あ、またつった、またつった、またつった。あのね、書きたいんだけどね、まずペンが持ててないっていう状況っていうね。いった、いった。いった。もう一回やるんですか。じゃあ2番目のやつで、多分ね、一番最初のって9はね、もう持てない。叩くの方がいいですか、じゃあ。それだたら多分いけると。あれこっからでいいですか。トナカイだったらそれっつったじゃん。チョッパー描くの無理やって。もう嬉しくなんかねえぞこの野郎ですよ。チョッパー知ってます。知ってる知ってるけど指がおかしい。モード叩くのがやりやすいんですよね。違う、あの叩くだったらまだ9でも耐えられるそうだけど、8で耐えられたんで。間違えた、間違えた。はい、よーいスタート。よーいスタート。始まりました。
けか。待って、かけねえチョッパーが。普通にチョッパーかけねえんだけど。あ、いった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 。これ叩くさ、このシステムあったっけ。やばい、鬼下手になってる。あのね、直線もかけない。あー、やばいぞこれは。それはやばいぞ。やばい、ミスった。俺ミスったぞ。右と左が同じタイミングで揺れろ。右と左でちょっと時差があるのが腹立つ。ちょっとこれ勝ったろ、これは。これは勝ったろ、途中までの。はい、見せます。僕のチョッパー、これです。もうね、痛さのあまり色で逃げた。これです。ピースオブケーキ。はい、痛かった。これどうするんですか。え、こんなこともあったねで、あと振り返ればいいじゃないですか。取っておきます。くそー。まあ、サムネに今回のこの絵を使うことはできないじゃないですか。うん。それなんで、あのビリビリ関係なしに2人で絵を描いたのをサムネにこうやって見るってどうすか。で、あのこの動画見てる人は、あのサムネはそういう理由だったんだって分かるから。そうっすね。炭治郎にしますか。痛かった。炭治郎にしますか。じゃあネスコでいいんじゃないですか。なんでも、なんでもよきです。時間も関係なしに。うん、時間も関係なしにっていいですよ。じゃあ俺炭治郎描きます。ちょっと選ばせてください、これ。やだ。じゃあお願いします。やだ。え、猪之助描けばいいんじゃん、それこそ。猪之助描くんだよ。じゃあ描いていいですか、俺も。はい。はい、なんか2人で今ちょっとしたお絵描きの時間になってましたけど、はい、なんか2人で描いた鬼滅の刃は、え、それはもうサムネ見ればいいから、ね、サムネ見てください。はい。はい、それでは絵描き終わったんで、はい、もう描きたくないです。うん、多分ね、俺の負けですね。もうビリビリつけて描きたくはないです。もう絵すら描きたくないっす。おいら何気にあれ好きだよ、恵比寿さんが描いた風のルフィ。でもさぁ、はぁ、絵って難しいよね。おいらあの好きだけどな、タッチ。バカにしてるでしょ。そう、もうちょっともう一回見たい。あれ見たいですか。うん、見たい。しゃべな。ほら、恵比寿さんが乗り移ってもこれ。え、でもあの3つの中だったらこれ一番クオリティ高くないですか、これ。はい、恵比寿さんの描いたルフィでーす。あの恵比寿さんの絵見てごらん。比較的近いことをね、感じられると思うよ。なあ、分かる。なんか分かるでしょ。なんか分かるぞ。恵比寿さんの多分ルフィ描いたらこうなるんですよ。あげますよ、それで。いや、大丈夫です。おい、いらねえんかい。大丈夫です。好き言うたやん、さっき。変なもんついてきそうなんで大丈夫です。なんでやね。いや、でもね、あのちょっと落ち込んだ時に見たい絵。ふっそ、負けだな。完璧に負けたわ、今日。もうやだ。何その今描けんの。おいら、絵描いてる時とか暇だとどんどん線足してったり色塗ってっちゃうからキリないっすよ。確かに。そう、だからこの間の煉獄さんもあまりにも暇だったんで色が塗られたんです。色見せましょうよ。めっかバカうまいですよ、ほら。これサムネでしょ。もう炭治郎の封印。それだったら見せてあげた方がいいと思うよ、炭治郎。しゃあないな。炭治郎見たいっすか。ドーン。はい、これが僕が描いた炭治郎です。首が長い。いや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 、首の問題じゃないと思うんだけど。でもさ、絶対的にさ、このさ、3つがさ、あの、同じアニメに出てきたら面白いことになると思うんだけど。絵的に面白いことな。主人公は大変でしょ。絵って、なんでしょうね。はい、このノートは封印します。
不眠。本日も最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。また次の動画もぜひご覧ください。それではせーの、チャオ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。今回の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それではせーの、チャオ。